ョンは映えて映えて映えまくる埴輪マンションを作りたいと思います。いくよパンパンマイ。よいしょよいしょよいしょ、収穫収穫。埴輪埴輪埴輪と思ったら埴輪埴輪と思ったら埴輪埴輪と思ったら埴輪。よし、まずは海の近くにいい場所を作っていくよ。どうせミニマルのことだから変なの作るんでしょって思ってるでしょ。違うよ、今回はちゃんとしたとっても可愛い埴輪マンションを作るからね、楽しみにしててよ。だってさ、埴輪ってこんなに可愛いのにさ、結局どこに置いていいか分かんなくならない？みんなどこに置いてる？ちょっと埴輪リメイクします。なんか地味な色ばっかりだったらね、映えないから。仕上げに木を植えたり、物を置いたりして、いい感じ。収納にいっぱいいる埴輪さんたち見て、ああもっといいところに飾ってあげたいって思ったんだ。さあ、もうすぐ完成するよ。できました。でもちょっと待ってね、ちょっと泳ぎたい気持ちがいい。ごめんごめん、紹介するねと思ったらもう一回ジャブーン、気持ちがいい。夏最高。あー、海気持ちよかった。じゃーん、どうでしょうか、ミニマルの島の埴輪マンションです。よくない？かわいくない？キラキラピカピカ。あー、気持ちがいい。早くも住民にも大人気のスポットとなりました。あんな気持ちよさそう。順番待ちの大人気スポットです。次の方どうぞ。僕の順番です。気持ちいいです。ここにいるとそもそも悩みのない住民たちがもっと悩みがなくなります。ミニマルもここに来ると頭の中がもっとポンポン丸になるんだ。ということでいかがでしょうか、みんなも真似してやってみてね。あ、ミニマルもっといいこと考えついちゃった。ちょっと待ってよ。こうして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 こうしちゃいました。埴輪の親分の登場です。おい埴輪リーダー、この子たちを頼んだぞ、よく見張っといてくれ。まさしく埴輪マンションです。じゃあみんなもみんならしい埴輪マンション作ってみてね。じゃあいくよ。